強かったですね。そうですね。ただね、去年のこのレース1着馬につけたのが4と2分の1馬身が、このクリーンザルス規制カップはね、プログノーシスが2馬身差までは下がったんですよね。だいぶ近づいてきてますよ。そうですね、うん、